次に久田誠一君、久田君。はい、ええ日本維新の会の久田誠一でございます。えー、今日はですね、えー、動物の販売に関する質問をさせていただこうと思っているんですが、まあ先ほどあの堀越委員からもアニマルウェルフェアの話が出ておりまして、私も大変重重要なことだろうなというふうに思っています。まあどういうような。 最終的な末端の販売がどうであるかだけではなくて、それまでの過程というものもです、ね、これからはやっぱり同じ地球上の生物ということで,です、ね、やっぱり関心を持っていかなきゃいけないんだというようなことが必要だと思うんですけれども、このアニマルウェルフェアというのは、実は非常に広い概念でありまして、畜産であるならば農水ということではありますけれども、この中にはですね、えー 家で飼う、愛玩動物もアニマルウェルフェアというものの中に入れるというようなことがあるわけでございます、要するに動物に苦痛を与えないというようなことが一番の根本的な部分だと思うんですね。そういうい意味で今日は消費者 とといいうことでございますけれども動物の販売というと、まあ、環境省というのがどうしてもなっていくんですが、環境省というのは動物を愛護するという点では専門的な部分の、まあ、部局があるんですけど、販売という部分というのは、これはですね、かなり環境省にとっては不衛定な部分なんであろうというふうに思っています。ですから実は、省庁を挙げてですね、いろんな省庁を合わせて、やっぱり動物の愛護というものに関して検討していかないと、 あの販売というものに関して販売業者のやりたい放題になっているというような部分が現実にはあるわけですよ、これはいろんなところで報道されていると思うんですけれども、そういう意味では環境省だけに任せずに、これは国民が購入をして一緒に家族として暮らすわけですから、消費者庁としてもしっかりとこの部分については監視をしていっていただきたいというような思いで今日は質問させていただこうと思うんですけれど。 まず、ペットショップに関して、何らかの販売規制があるのかどうかを確認させていただきたいと思います環境省、白石大臣官房審議官。お答え申し上げます、えーあの。ペットショップの販売規制の件でございますがあの、動物愛護管理法におきましては、第10条に基づきまして、ペットショップ等の動物の販売を業として営むものは、 第一種動物取扱業としまして、資格要件、それから使用施設等に関する基準を満たした上で、都道府県等の登録を受ける必要があります、さらに、その13条に基づきまして、5年ごとにその登録の更新を行う必要があるということでございます、さらにその業の登録後も第一種動物取扱業者は、動物の健康および安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、 使用施設の構造や規模、適切な給仕、および給水の方法などといった動物の使用管理方法等に関する基準を遵守することが、同法第21条において義務づけられているというところでございます。加えて、犬猫を販売する犬猫等の販売業者には、犬猫等健康安全計画を登録時の申請書に記載しなければならないこととされておりまして、この計画には、 販売のように供する、幼霊の犬猫の健康および安全を保持するための体制の整備、販売のように供することが困難となった犬猫等の取扱い等について記載するということになってございます、さらに犬猫等販売業者は、第22条の6に基づきまして、犬猫の使用状況等を帳簿に記録保存し、毎,回毎年一年、毎年1回、都道府県知事等に報告しなければならないこととされております。 これらの,その動物の管理の方法につきまして、基準を遵守していない事業者には、法第23条に基づきまして、都道府県知事が勧告命令を行うことができることとされておりまして、命令に違反した場合には、登録の取り消し処分や100万円以下の罰金が課されるという規定が設けられているのが、規制の体系でございます。なお、本年6月に交付されました改正動物愛護管理法におきまして、こうしたあの使用の基準につきまして、 動物の愛護及び適正な使用の観点を踏まえつつ基準に定める事項を具体化するとともに特に犬猫についてはできる限り具体的なものとすること等が規定されてございます環境省では省内にあの動物の適正な使用管理方法等に関する検討会を設置いたしましてこの市 使用管理基準の明確化、適正な使用管理のあり方につきまして調査検討を進めてきたところでございまして、これらの検討を踏まえて2年後の施行に向けて具体的な基準の設定に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。以上です。久田君、はい。まあいろいろ今説明をいただきましたが、まあ実際はですね、例えば高齢者がペットを購入するにあたっては自らそのお。 そのペットをですね買い続けるということができないぐらいのまあ、寿命が長いペットを購入してしまってそしてまあ入院するなり何な,なりすることによって放置されてその動物が保健所に回されまあ、結局は最終的には処分されていくというようなことというのが非常に多く報道されているわけですねで要するにペットショップについての規制はあったとしても販売をするときにその消費者や購入者に対してそれをどういうふうに、えー 買い続けるのかということのフォローをしないままとにかく、えー、購入をしやすくしていくというようなことが指摘されているというふうに、えー、報道をされているんですけれどもこういったようなことに対して環境省としては対策を考えているんでしょうか環境省白石大臣官房審議官お答え申し上げます、えー、高齢者が最後まで、えー、ペットの寿命をとうすまで飼うことはできなくなるんじゃないかというご質問でございますあの。 まず、財前制といたしまして動物愛護管理法におきましては第7条第4項で修正使用すなわち動物がその命を終えるまで適切に飼育するということが飼い主の基本的な責務というふうにされてございますまさに世の中高齢化が進む中で,です、ね、高齢者自身によるペットの世話が年々負担となりペットを手放さざるを得なくなる事例 あるいは飼い主の死亡、入院等によりまして、取り残されたペットの引き取り先に悩む事例が見受けられ、課題の一つというふうに認識してございます。こうした課題を踏まえまして、動物を飼い始める前に、自らのライフスタイルなどを熟慮いたしまして、万一の際の使用者をあらかじめ決めておくことのほか、飼育する動物の種類、年齢などを考慮いたしまして、飼育しないといった選択肢も含め、 適切にに判断いいいいただくこととがままず重要ではないかううふうに考えてございます環境省ではこのような点につきまして、ホームページやパンフレット等を活用して広く周知を図り、飼い主責任の徹底に努めてきたところでございまして、引き続き高齢者も含め、適正使用に関する普及啓発を進めてまいりたいというふうに考えてございます串田君、まあこれ、非常に難しいのは、販売店がですね、まあ、高齢者に向けてですね、 あのずっとあなたは飼い続けられますかとペットよりも長生きできますかって聞けないんですよ。 でそういったあのことの難しさもある中で、まあ、例えば諸外国ではアニマルポリスのような形で飼いそうもなくなったら SOS をすると、まあ、新たな飼い主を探してくれるというようなことが公的にも用意されていたりとかいうようなこともあるので、ねまあ、現実的にそのペットショップが本当にそういったようなことをやっていればそれは一番いいんですけれどそういうことがやっていないからこそこういう社会問題になっているわけであんまり建て前ばかりを言っていてもやはりその殺処分というのはなかなかなくならない。 だめうう、そういうことがやりにくいというようなことを事前に何かこう考えていかなければいけない時代になっているかと思うんですがもう1つです、ね、そのペットがどういう親例えば父親や母親がどういうものであるのかということを遡るということが大変今、難しくなっている。 これはオークションというような形があって、繁殖業者とペットショップの間にオークション業者が入ってしまっているもんですから、そのペットを購入する側が繁殖業者と直接にこう連絡を取り合うということが非常に難しくなっているというようなことが指摘されています。これはあの消費者の問題に考えてみていただければ、ものをね、食品ならば、販売からその消費されるまでの間っていうのは、しっかりと流通過程が透明化されていくってことを食べ物だとはちゃんとやるにもかかわらず、 どうして動物に関してだけはそこの部分について明確な基準なりあるいはそういったようなことを消費者がわかるようなシステムを環境省は用意されないんでしょうか環境省白石大臣官房審議官お答え申し上げます、えー、まずあのペットの販売譲渡を行う際には、えー、適正な使用または保管のために必要な情報を把握して 譲渡を受ける者や購入しようとする者に対して提供していただくよう努めていただくことが重要だというふうに考えてございます。で、えー、実際にその流通の問題でございますが、まず、ペットを販売する第1種動物取扱業者というのは、またあの販売業者もい,いらっしゃいますが、競りとか圧戦を行うその業を、競りあっせ業と。 してオークション等をやる業者も含まれてございまして、これも第一種の動物取扱業として、都道府県知事の登録を受ける必要があるということでございますでこれら、これらの業者につきましても、販売業者と同様に、動物の健康、安全の保持の観点から定められた施設の基準、それから管理基準に適合しない場合には、登録を拒否するという取り扱いにしてございます。 でさらにその行の登録後も、大種動物取扱業者には、動物の使用管理等に関する基準を遵守することが義務付けられておりまして、えー、遵守基準に基づく材目において、動物の例えば疾病に関する措置として、健康であることの目視とか、あるいは聞き取による確認、生理に付される動物の一時保管を行うための他の動物を接触させないこと等が規定されているというような規制もございます。 各種の規制を流通過程でもかけてございまして、さらにこうした制度について、規制の趣旨を踏まえた適切な運用が図られるように、自治体と連携を図ってまいりたいというふうに考えてございます特にですね、もう繁殖の環境というのが劣悪であると、よくあのテレビでもドキュメンタリーで流されたり、報道でもされたりしてるんですが、大量な、まあ、非常に狭いところで大量に飼っている。 というような状況が繁殖業者として見受けられるわけですね、でそういうのものというのは例えば食べ物の場合、製造工場というものは見学できたりとか、あるいは消費者がどういうところで作られているのかというのは、たやすく分かるようになっているんですけれど、動物に関して今言ったようにオークションなんかが入っているものですから、繁殖状況が分からないまま、まあ、大変きれいにはなっているんですよ、ペットショップに置かれているときは。しかしその前の 繁殖の状況というのはもう極めて、特に母親としての犬や猫というのは、ボロボロな状況になって子供を産まされているわけですね。こういったことを消費者が容易に、この今、 売られているペットの繁殖状況というのはどういうものであるのかということ、これは消費者が容易にあの、まあ、ビジュアルな形で,です、ね、写真でも何でもいいですから、どういったところで育てられているのかということが分かるようにするということが、これはやっぱりアニマルウェルフィアの、やはり一番の大事なことだと思うんですが、環境省、そういったようなことを、ぜひとも実現していただきたいんですが、どうでしょう。環境省白石大臣官官房審議官 先ほども申し上げましたとおり、動物愛護管理法等におきましては、第1種動物取扱業者が遵守すべき施設基準の構造や規模、管理等に関する基準が定められてございます。で議員ご指摘の,その衛生面に関することに関しましては、この遵守基準の詳細を示した細目におきまして、 使用施設の管理に関する基準といたしまして、定期的に清掃を行うとともに、汚物や残骸等を適切に処理し、衛生管理を行うべきこと等が規定されているほか、糞尿にかかる動物の衛生管理のため、例えばケージ等には糞尿の受け皿を備え、または渡航式を引く等の措置を講じるということ等が規定されてございます。またあの清掃消毒及び保守点検の実施状況等について 記録した体調を調整いたしまして5年間保管するとか、あ、ージや設備や清掃が容易である等衛生状態の維持および管理がしやすい構造および材質とするということも規定されてございます、えー、議員ご指摘の,その情報提供を義務付けろという話は、あなかなか、あのー、いろいろ議論があろうかと思いますが、あ少なくともこういう基準をそのきちっと実施をいたす,いたすと。 いうことが大前提でございまして、こうした制度が適切に運用されるように、動物の健康と安全が確保がかかられるように、自治体との連携に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 田君あの時間になりましたんで、質問にはなりませんが、実は最後の質問の中では、売れ残ったペットというのをどうしているのか、これはあのご存知のように、引き取り屋といって、お金をもらって引き取っていって、一生死ぬまでゲージに入れているという業者が、ペットショップでは行われているわけです。 ですからあの、それをしないとペットショップというのはやっていけないらしいんですね。要するに処分はできない、もう保健所は受け,受け取りませんから、だから処分はしてない代わりに、受けあの引き取り屋によってお金を払って引き取ってもらって、えー、死ぬまで散歩もさせないというような状況になっている。 長として見過ごしてていいのかどうか、アニマルウェルフェアの観点から、ぜひともこういったところに力を入れていただきたいということを申し上げまして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。理事会